2月27日火曜日10時50分でございます。本日花粉がすごい感じでございます。本日の朝ごはんは稲荷と ABC ジュースでございます。ジャルモカスミだ。現在の時刻が3時40分でございます。ティ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 。本日のご飯こちらでございます。ステーキのお肉、そしてお米、そして卵、お野菜、コーヒーでございます。卵、チャルマックスみたい。はい、本日は虎ノ門ヒルズに向かってるんですけど、お仕事ですね。それとレセプションパーティーなんですけども、あってちょっと向かっております。ちょっと仕事が関わってるのでヒルズですね、向かっております。こちら目の前にある森ビル、でっかいビルですね。こちらに向かってます。昨日からめっちゃすごい花粉だからやばい。今日もやばいですね。お、すごい、なんか神社、なんかいい感じの神社ですね。礼していきましょう。じゃあ行ってきます。目の前東京タワー見えますね。こちら東京タワーでございます。日本のメディアとか、あと洋服のブランドの会社とかにちょっとタイアップとか、ちょっと取り上げてもらうことがあって、まあ、今回ちょっと伺う感じなんですけど、森ビルやばいですね。これが森ビル、でかいね。東京タワー目の前、電灯が倒れたりしてるんで、渋谷で。こちらもめちゃくちゃ風で揺れておりますね。風ですごくなんかいろんなとこが倒れてるみたいで、街灯倒れてるんです。ここも揺れてますね。人がいっぱいですね、レセプションパーティーで。まあこちらベイクルーズなんですけど、こちらの方に行きます。はい、本日ファッション関係の方々結構集まってるんですけど、めっちゃ人多いな。こちらでございます、ベイクルーズ。はい、来ました。大好きなサラモンとアシックスがある。これは買いに行きたいな。オープンしたら買いに来ようかな。おお、サラモン、こんな感じでオープンしたらあります。 CP カンパニーもありますね。大好きなメーカー、ブランド、カッカー T シャツ。この CP カンパニー欲しいな、買いたい。おお、めっちゃいい感じの、こちら有名かと思いますけど、スケーターの、かわいいですね。かわいい CP プラス。ホットドッグ屋さん、めっちゃうまそう。ザ・スタンド、いいそうですね。いい感じの香水もありますね。ホットドッグうまそう、めっちゃいい香り。この帽子いいな、かわいい。僕ドラえもん、白いドラえもん。はい、現在の時刻が10時45分でございます。レセプションパーティーが終わって打ち合わせをしてたので、これから家帰って、寝る支度をしたいと思います。はい、自宅の方に着きましたね。はい、こんな感じで、中がこんな感じになっておりますね。2月の29日からオープンしてるみたいで、まあ、本日はレセプションパーティーだったんですけど、まあ、こんな感じでいただきました。こちらは、まあ、和菓子じゃないね、お菓子、洋菓子かな感じで、こんな感じでいただきました。ショップカード、こちらもありますけど、中に入ってるのかな、入ってますね、2階にね。まあ、こんな感じもありつつ、いただいても、これはちょっと明日いただきたいなと思いますね、コーヒーと一緒に。で、こんな感じで、トナモンヒルズが、2月29日からこのベイクルーズが入るので、こちらのベイクルーズの方の、ちょっとお仕事で関わってるのもあって、ちょっと、レセプションパーティーの方にご招待させていただきました。まあ、ちょっとインスタの方とかではね、僕の作った動画とかが流れてるんですけど、まあ、そんな感じで、日本ではこんな感じの仕事もしてる感じでございます。はい、ベイクルーズ。はい。そして、こんなペーパーも入っておりまして、これですね。
こんな感じの、うん、ちょっとポパイ感ありますけど、デザインとかめっちゃ可愛いですね。こんな感じで、はい、中が入っておりますね。うん、はい、いい感じの写真ですね。まあ、こんな感じでカルバンクラインとかペリエとか、まあ、レディースとかもめちゃくちゃあっていい感じでしたよ。はい、こんな感じでポパイ感ありますね。まあ、こちらのペーパーの方もちょっと後で見てみたいんですけど、うん、いい感じのペーパーですね、こちら。はい、こんな感じでホットドッグとかも売ってたので、まあ、そんな感じのところがこうやってセレクト、はい、ベイクルーズでございますね。はい、そんな感じで本日行ってきて、まあ、29から、まあ、正式にねオープンするって感じなんですけど、まあ、思った感じ、まあ、今回行ってどうだったかセレクトみたいなんですけど、洋服のセレクトめちゃくちゃ良かったです。正直ちょっと欲しいものがあって買いたいぐらいだったんですけど、ちょっとお仕事の関係上で時間がなく購入ができなかったんですけども、多分改めて伺って購入したいなと思ってる感じなんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。2月29日、ぜひ、虎ノ門ヒルズ、3回ですかね、行ってみてください。ベイクルーズめちゃくちゃ良かった。多分おそらく韓国とかの人たちの旅行者向けにめちゃくちゃ流行るんじゃないかなと思うんですけど、セレクトも正直めちゃくちゃいいです。サロモン好きな方とか、まあ、ちょっとストリートファッションとか、まあ、あとは、ハイブランドも置いてあるので、まあ、ハイブランド好きな方もすごくおすすめかなと思います。うん、はい、ジルサンダーとかもあったしね。であとレディースの服も、まあ、本当にめちゃくちゃいいおしゃれな服をセレクトしてるなと思ったので、いい感じですね。虎ノ門ヒルズ、結構いいですね。うん、多分最近とかだと赤坂とか東京タワーの方に結構皆さん旅行で行く方、特に韓国の方とか結構よく聞くので、まあ、そこに行ってる方がめちゃくちゃ多いので、もうそこから歩いて行ける距離だからすごくいいんじゃないかなと思いましたね。多分これめちゃくちゃ流行るんだろうなと思って、まあ、今回本当にね買いたいものがあって買えたんですけど時間なくて買えなかったので29行ってきます。改めて、うん、おそらく行って買ってこようかなと思います。この動画内でもあったんですけど、 CP のねカバン良かったんですよね。もう思いのほかそんなに 高くなかったので、まあ、4万いくらとかだったかな、カバンで。まあ僕の感じではなんか CP でその金額だったらちょっと安いんじゃないかなと思ったので、ちょっと購入しようかなと思っております。はい、そんな感じでございますね。はい、もう今回はもうね12時回ってもう1時に近くなってるので、本日は寝る準備をして寝たいなと思います。うまそうですな。ホットドッグ食べたかった。